こたびは大阪城幕城記念日おー握手じゃにゃわ本当にわしの家が潰れたんだぞ想像できるかもうこの悲しさなあ党の本人はどこ行ったんじゃこたびはまあ会うけどなどういう顔しちゃえばいいんだよ、でも戻ってみたいな昔になあどういう気持ちだったんだろうなみんな怖くにゃかだって他自分の大阪城以外の国ほぼ敵じゃぞなんで戦ったんじゃろうないやだってわし知らんもんもう全部なあ淀君がなあちゃちゃがまあどうかわからんがわしも死んどったで死んどったで本当のことはまあわからんがまあなちゃちゃが口を出しとったという噂は流れておるでまあ事実臭いなあやつだったら口出すじゃろまあなあの時代はもう兵器もだいぶあの時代でもうあれじゃぞ世界で一番あの重火器を持っとった国それがこの日の本だったからのそこで家康殿はな異国から仕入れたフランキー砲そしてカルバリー砲というな大きな大砲を使っとったで確かにあんなもんので大阪城狙われたらひとたまりもんやわびっくりするわなあフランキー砲ですかフランキー砲じゃあんなもんな天守閣ドーン来たら怖いなあれでも不発が多かったらしいですなアフランキー砲か、はあ、あの徳川殿がね輸入いたして、まあ、あんまり使い物にならんかったんでしょうだいぶ大阪城の時は活躍いたしとったらしいぞあなるほどまあまあまああんなものは今では使わんのでちょっと今はもっとすごいの作っとるでもうそうですなどん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 ですなどん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 じゃん、はあ、まあそうこたびまあわしの大阪城が落城いたした日ということでみんなで今祝っとったんだお祝いしようっつってなああそうか大阪夏の陣かそうかそうじゃ燃えたんじゃ燃えたそうじゃねちりとちりと化したいやあの者のせいでもうほんとわしのいやでも殿下もおらんからわしの思い出が全部なくなってしまった、ね、いやいやもう殿下もおらんからええだろいやおらんから殿下はそんなに苦しくないはずですよ天の上だからまあな確かにあなたの子孫が苦しんだんですそうじゃなただ秀頼様も思えばものすごい優秀なお方でしてうん本当に人をこうまとめる才があった今意外と知られておらんだけどあの秀頼様性格っていうのはあのすごい慕われとってので次期まあ豊臣家を継ぐっていうただのバカ息子だったらあんなに徳川殿は固執してないんじゃ徳川殿がなぜ秀頼様をガッて固執したかっていうと危険だって思ったから早めに潰さんといかん珍しく徳川殿にしては急いだ戦とかそういうしたんだな五分五分だったりだねあの関ヶ原の合戦とかもろもろそういう戦はまあそういう経緯があってちょっとな秀頼様のことなまた今度話しますかあのそうなの秀頼様の思い出はあと家康殿のあの因縁のかけ方わしらに対する豊臣家に対する因縁のこのなあもう本当にすごいことじゃあれはということでということでああ次は2時半から我らなここでまた演舞やるでなあだいぶ多分な2時半ぐらいになるともっと暑くなると思うでなみなみな水分補給しっかりして万全の体制で臨むように
そして大阪城守ろう。みんなでな。名古屋城。今は名古屋城。名古屋城守ろう。この忌まわしき名古屋城。いやいや、やめてください。出禁になりますぞ。いや、アースじゃない。名古屋城出禁になります。確かにね。だってこれがな拠点になっとるんじゃ。わしの大阪城。な。そうそう。こっから兵が出ていったんだよ、多くの。でもそんな名古屋城わし大好き。それではまたおさらばじゃ。あ、今日解散言わんの。ありがとうございました。